おはようございます。株式会社イスタイル代表取締役井上慎也でございます。本日は毎月25日恒例の地域清掃です。みんなに元気をお届けしていきます。強いかな。お、みんな頑張ってる。井上さん、今日の地域清掃はどうですか？株式会社アイスタイル代表取締役井上慎也でございます。第90回地域清掃です。起業した時にですね、スタッフと大きなことはできませんが、小さなことからね、コツコツと持続していこうということでね、何ができるだろうということで、取り組んだのがこの地域清掃ですね。毎月25日に欠かさずですね、雨の日も雪の日も定休日もスタッフと楽しく取り組んでおります。テレビとかをね、見てると新型コロナウイルスの問題でなんかね、世の中変な方向にね、進んでいるような感じなんですけどね、まあなんかギクシャクしてるというか、まあ家族でもね、顔を合わせないとか、まあなるべくね、話さないっていう形のなんか変なね、形になっておりますけども、選定しながらですね、まあそういうマスコミにですね、洗脳されずに1年前2年前と同じようにこの季節になるとですね、まあ、ぐんぐんと成長していく、まあ、植木たちにね、日頃の、そうですね、なんか穏やかな気持ちでね、まあ、業務をね、楽しんでくださいねって言われているようなね、そんな風に、感じるひとときでした。まあね、やっぱりね、感染防止はね、企業としてもしっかり防いでいかないとダメですので、新型コロナウイルス、感染防止ポリシーを遵守して、スタッフとこんな時だからこそ強気で積極的に、仕事をね、楽しんでいきたいと思います。アイスタイルは日頃からたくさんお客様を集客するのではなく、しっかりとですね、理念を発信して、その理念に沿った家づくりを楽しんでおりますので、日頃から一対一対応で丁寧にお客様に感動をお届けすることを信念としておりますので、まあ、安心して家づくりのね、ご相談にご来場いただけたらなと思います。本日も飯田スタジオでは2世帯住宅をね、ご検討の姫路市 T 様に、ご相談のね、ご来場予約が入っておりますし、朝一番からはですね、姫路市土山の T 様の製本ご承認のね、ご予約をいただいております。着工に向けてね、家の解体工事から始まりますけども、いよいよ始まります。楽しみですね。仮住まい先への引っ越し、無理をなさらないでくださいね。また夕方からは、現在暮らしインタビューを終えてファーストプレゼンに向けて、プランニングを練っております姫路市花田町の王様が和モダンあやくらモデルハウスに体感宿泊です。アイスタイルのね、心地よい住環境をね、思い存分ご体感ください。はい、ということで、本日もですね、こちらの方からですね、お客様の Q&A をお伝えさせていただきます。本日から良い工務店と悪い工務店を見抜くっていう章に入っていきます。良い工務店を知るにはどういう方法がありますか、というご質問ですね。ホームページを見ただけで分かることがあります。今やホームページは企業の顔ですから、どの工務店もホームページに力を入れています。工務店のホームページを開いたら、まず企業理念のページを開いてください。理念が分かりにくかったり、当たり障りのない表現、いかにも万人受けを狙った感じというか、共感を得やすい表現ばかり、悪く言えば言葉が軽いのところはダメですね。そして理念がいくら立派でも、
実際の家づくりとの整合性があるかどうか、ただ良い家を建てたい、高品質の家を提供したいと言われても具体的なことがよくわからないですよね。うちの理念は〇〇だからこの工法を採用しています、この材料を使用していますとあればよくわかります。例えば家は人の命を守るものだから自然素材がいいですよねと言いながら、実際に使っているのは真剣材ばかりだとしたら理念と実践が整合していませんよね。他にも参考になることはたくさんあるはずです。ホームページで各社を比較してみてください。その工務店の空気のようなものが感じられるくらいじっくり眺めれば、あなたが建てたい家が見えてくると同時に、その工務店が誠実な家づくりを実践しているところかどうか、そして手を組みたいパートナー、工務店かどうか、ホームページにもそうしたヒントが詰まっています。そうですね。市村先生もおっしゃってる通り、やはりね、理念と建ててる家の整合性がね、取れてることが一番大切だと思います。私たちアイスタイルも未来を担う子供たちのために明るい未来を創造するという志と大きな愛を持って毎日スタッフと共に家づくりを楽しんでおります。これからね、家づくりされる方も新型コロナウイルス感染防止ポリシーを遵守して1対1対応で丁寧にですね、皆様に感動をお届けするために取り組んでおりますので、お気軽に飯田スタジオ個別相談会、そして、和モダンあやくらモデルハウスへの見学、ご予約ください。ご予約はね 0120-66-4190 フリーダイヤルでお電話ください。いかがでしたでしょうか。本日もお役に立ったでしょうか。お役に立った情報にはこちらのですね、いいねマークのクリックお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。